サイドレーズは、ウエイトトレーニングの基本的種目の一つ。ダンベル、もしくはそれに類するものを両手に持ち、腕は進展させたまま肩関節の力だけで、首の高さまで居上するもので、ショルダーフライとも呼ばれる。三角筋、僧帽筋の筋肥大を促し、筋力を高めることができる。ダンベルサイドレーズダンベル、サイドレーズ適当な重量のダンベルを体側につけて、両手に持つ。 肩幅か、それよりやや広く両足を開いて直立する。肘をやや曲げたまま、ダンベルを真横に持ち上げていく。肩よりやや高く、首の高さまで持ち上げたところでダンベルを1秒、程度キープしてから下ろしていく。下ろすときも肘は伸ばしたまま、1から3を繰り返す。ダンベルサイドレーズを座って行うシーテッド、サイドレーズもある。1回の動作にかける時間は、 トレーニングの目的により様々だが、パンプ目的で行うなら軽めの重量でテンポよく、1セットにつき30回を目指して行い、セット間のインターバルは短く、20秒程度。あまりにも急激な動作は、肩関節に負担を与えることになり、初心者には、好ましくない。片手にダンベルを持ち、もう片方の手は、インクラインベンチの背もたれに添える。肘をやや曲げたまま。 ダンベルを真上に持ち上げる。2と逆の動作を行い、1の体勢に戻る。2から3を繰り返す。インクラインベンチの背もたれを40度程度に起こしておく。片手にダンベルを持ち、膝を曲げてベンチのシートに乗せ、背もたれに横向きに寄りかかる。ダンベルを持った肩の手は体の前に下ろしておく。手のひらは正面に向ける。肘をやや曲げたまま、ゆっくりと手を内側にひねりながら、 脇が90度になるまで上げていく。上がりきった時点で手のひらが下を向いているようにすること。3と逆の動作を行い2の体勢に戻る。3から4を繰り返す。ロープーリーにハンドルを取り付けて片手に持ち、ロープーリーに対して横向きに立つ。ハンドルを持っている方の手を肘をやや曲げたまま真横に上げていく。 肩の高さまで上げたら、逆の動作で1の体勢に戻る。2から3を繰り返す。ロープウリーにハンドルを取り付けて、両後ろでに持ち、実施する、側の足に重心を乗せる。肘はやや曲げる。体幹からではなく、腕から動かし、腕を畳むようにしながら手を肩まで上げる。畳んだ腕を元に戻すようにしながら手を下す。2から3を繰り返す。 ボディビルダー兼トレーナーの山本義則が考案したサイドレーズ。通常のシーテッドサイドレーズよりも軽い重量で効かせることができる。通常のサイドレーズのように上体をまっすぐ起こして腕を真横に上げた場合、横から見ると三角筋の筋繊維は斜め後ろに向いている。重力の方向を考えるとこの状態でのサイドレーズは非効率的である。 三角筋チューブが地面と平行になるようにするには、状態を前傾させる必要がある。フラットベンチの座面に調査する。体側にダンベルを構え、状態を少し前傾させる。肘をやや曲げたまま、ダンベルを真横に上げていく。肩の高さまで上げたら、逆の動作で2の体勢に戻る。3から4を繰り返す。原理は、山本式、シーテッドサイドレーズと同じ。 両手にダンベルを持ち、70度程度に背もたれを起こした、インクラインベンチにうつ伏せに寄りかかる。肘をやや曲げたまま、ダンベルを真横に上げていく。肩の高さまで上げたら、逆の動作で1の体勢に戻る。2から3を繰り返す。山本義則が考案した、サイドレーズ。高重量、低回数のトレーニングで、側近繊維を追い込んだ後に間髪入れず、低重量、 高回数のトレーニングで、チキン繊維を追い込んでいるうちに、速筋繊維の機能が回復しているという筋肉の性質を使用したトレーニングである。強いパンプアップが起こる。1セットを終えた時点で限界まで追い込んでいればよく、必ずしも目標回数を達成できる必要はない。きついトレーニングなので何セットも行わなくてよい。シーテッドサイドレーズを六から八回ギリギリの重量で、 行う。即座に1の30%程度の重さのダンベルに持ち替え、同様に20回行う。即座に1の60%程度の重さのダンベルに持ち替え、同様に6から8回行う。即座に1の30%程度の重さのダンベルに持ち替え、同様に20回行う。肘パッドがついているタイプのマシンで行うサイドレーズ。肘を引き出すときに、 パッドと肩を一体化させて動作する。ありがとうございます。